はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、怪究極テクニカルバトル絶望と怨念の復讐記ですね、こちらの青の七年編ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ちょっと早かったですね。ではアビリティを見ていきましょう。まずはリーダー、屋上ですね。屋上じゃない、置くやつですね。氷に置くやつ、動くんだね。アイアイをつけています。続いてコウタロウですね。トレードパワー、シルバーフェイク、ハイコン、剣風をつけています。続いて、猫尻ですね。見習い、移動&スキルゲージブースト、直す能力、無敵の瞬間ですね、をつけております。スタンバイには、屋上ですね。旅路、最高知能、援軍のスキルゲージ回復をつけております。リンクスキルはシーザーをつけています。そしてフレンドは頼りになる、アオディオ様ですね。では参ります。まあ、道中は、コウタロウと、アオディオをね、上手に使っていかなきゃいけないですね。はい、では参りましょう。まずはコウタロウから倒してやっていきましょう。倒していくじゃないですね、使っていきましょう。はい、倒せました。続いてもコウタロウでなんとかなりますので、コウタロウで行こうと思ったんですが、まあここはいや、いいでしょう。コウタロウ使っていきましょう。コウタロウで倒していきます。まあ、コウタロウだとね、こうやって動いてしまうのが難点なんですけども、まあしょうがないですね。直す能力で治ってしまう。さあ、そして今度は倒れてしまった。さあ、場所的にはさほど問題ないところにいるので、ソクスマでも大丈夫ですかね。ソクスマで行きましょう。時を止めるとします。今一番いいのがアオディオがね、アオディオのいいところは動かないというところですね。本当にこれで位置調整とかミスらない限りは使っていけるような、使っていきますね。ようなじゃなくて使ってはいきますね。さあ、ここは動画なので、何か事故ったらもったいないということで回復しておきますね。本当にミスだけ大損しますからね、では行きましょう。まあいいところまで、これでリオ様に行ってもらいましょう。無駄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 と、コウタロウがとりあえず、コウタロウの位置さえどうにかなればいいんですが、これでいいでしょう。あとは難しいことは考えずに走ってもらうとしましょう。段がね、倒しにくいんで段だけ倒せればいいです。あとはもう倒れてますからね、倒せればいいというか倒せてますので、段が倒せてますね。はい、これで移動しないのがね、本当にありがたいです。さあ、最終増援ですね。2ラウンドの最終増援が始まりました。ここはね、カウンターじゃないですね、ブーストがいないはずなので、アイテムに応じてとはあるんですが、ブーストはいないはずなので、ここはなんとかなるはずです。アイテム処理をして行こうと思ったら、アイテム処理をされてしまった。屋上は大丈夫か。屋上は大丈夫でしたね。屋上は大丈夫でした。楽しいチップを使っていきましょう。いやー、ちょっとハラハラしながらやっております。
はい、2ラウンドクリアですね。そして最終ラウンド3ラウンドですね。ここを攻略していきましょう。はい、ではここはもちろん高太郎で倒していきます。おっと、ちょっと位置的にまずい状態になっているということで、縦勘でいきます。縦勘でも倒せるはずなので縦勘にしていきます。多分さっきのところだとダメージが入ってないはずなので、あ、これで倒せましたね。剣風のおかげでね、何もなってないという感じですね。さあ振っていきました。最終増援、ここでね、ちょっと難しいことになってますが、リオ様をね先に倒していきましょう。リオ様でリオブランドを倒すですね。あとは位置的にはここでいいですね。ここでいいでしょう。ウンドゥールも倒せてたんですね。ウンドゥールも倒せてました。あとはジョナサンと、ジョナサンは倒せました。ジョウスケも倒せました。これで全員倒せました。はい、無事クリアすることができました。ありがとうございます。まあちょっとねグダグダしたような感じではありますが、なんとかクリアすることができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストダイ。